はい、こんにちは。今日も沢渡中央公園は子供たちで賑わっています。そんな中、今日もイージスは新任研修を行っております。これは片側交互通行の練習ですね。今日の研修生は1名、25歳の若者です。こちら側の車をこう通します。そして向こう側で車を止めている方、研修生が車を止めてくださいの合図を送ります。そしてこちらが車を停止させ、奥の方の人に車を通していいですよ、そして奥は了解して敬礼をしてから車を通します。はい、新任研修のこれは教練ですね。教練はこのようにやっております。まあ、これは教練の中の片側交互通行の、まあ、ある一部だけなんですけれどもね、このように基本動作をやった上で、みんなね、知識と技術を身につけてから現場の方に出ています。はい、株式会社イージスではまだまだ新人さんを募集しております。どしどしご応募ください。よろしくお願いします。